被災者生活再建支援法。被災者生活再建支援法。被災者生活再建支援法。平成10年5月22日法律第66号は、自然災害の被災者への支援を目的とする日本の法律である。自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けたものであって、経済的理由等によって自立して、生活を再建することが困難なものに対し、 都道府県が、相互扶助の観点から拒出した基金を活用して、社、生活再建支援金を支給するための措置を定めることにより、その自立した生活の開始を支援することを目的とする。基金は、財団法人都道府県会館、被災者生活再建支援基金部が取り扱う。本法律は、1995年1月17日に発生した阪神。 淡路大震災をきっかけに制定された法律である。被災地では、住宅を失った被災者が公的保障の実施を望む、声があったが、私有財産に公費を投じる施策に抵抗があり、当時の村山富一首相は、自然災害により、個人が被害を受けた場合には、自助努力による回復が原則であると発言している。1995年2月24日、衆議院本議参照。 1996年9月、神戸市にある、コープ神戸が、積極的な被災者支援策を政府に対して、要求、全国の政求とともに、地震災害等に対する、国民的保障制度を求める署名推進運動を、開始。目標の2、500万人は達成できなかったが、コープ神戸だけでも356万7731人、全国では、約に、 400万人の署名を集めた。これは1997年2月に橋本龍太郎首相に提出され、政府による自然災害の被災者への支援や保障を検討する審議会の設置を要請。翌1998年4月、自由民主党、野党、市民立法案を一本化し、5月22日に共産党を除く六党合同の議員立法により成立し、 これまで義援金に頼っていた被災者、生活再建支援が国策の支援となった。本法律で中心的な活動を行った、小田実は4月22日参議院、災害対策特別委員会で、村山富一首相が前例の内大災害とおっしゃるならば、前例のないことを我々は考えなきゃいけない、被災者を根本的に救うためには公的援助が必要である、阪神 淡路大震災の犠牲者の死を無駄にしないためにもぜひ、高級的なものを作っていただきたい。国家がちゃんと面倒を見て、地方自治体も面倒を見て、その上に、義援金がある。それが、本当のやり方ですなどと参考人意見を述べている。本法律は、阪神・淡路大震災被災者には適用されていないが、阪神・淡路大震災復興基金がほぼ同条件で、 支援金を支給している。また、1999年9月30日に起きた、東海村 JC o 林海事故は、自然災害に当たらず、本法律は適用されなかった。2000年10月6日の鳥取県西部地震を受け、片山義弘知事は、鳥取県西部地震被災者向け住宅、復旧補助金制度を設け、私有財産である、住宅関連費用を公金で支援。 この制度を受け、2004年3月には、法改正し、支援金は300万円に増額され、住宅解体撤去、ローン利子払いなどの住宅関連費用の支出が可能となった。また、2007年の能登半島地震、新潟県中越沖地震では、住宅再建に利用できるよう二度目の法改正を行った。2007年11月の改正は、これまで複雑な申請手続きが、 大幅に改善され、住宅被害程度と再建方法に応じた、定額渡し切り方式となった。都道府県会館 HP 参照。自然災害により、住宅がいずれかの被害となった世帯を対象としている。自然災害により、住家が全壊した世帯に対し、生活必需品や引っ越し費用として、最高100万円の支給がなされる。また、年月には、 法の一部が改正され、被災家屋の瓦礫撤去費用や住宅ローン利し、等として最高200万円が支給される居住安定支援制度が創設された。自然災害の定義は、支援法第2条第1号で、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害を、言う、と定めており、 戦争、火災、大規模事故、人為的な爆発事故などによる被害は含まれないが、原子力発電所の放射能漏れ事故の原因が、地震、津波の影響によるものであれば、支援法の対象としている。津久井進む、Q、Q&A 被災者生活再建支援法承事法務、2011年、参照、旧制度下では、限度額の範囲内においてというように、支援金の使途は、 制限されていたが、2007年11月の法改正により、使途を定めない、定額渡し切り方式になり、年齢、収入要件も撤廃された。本法律は2011年の東北地方太平洋、沖地震、東日本大震災に際して、クローズアップされることとなった。福島県、宮城県、岩手県、青森県の太平洋側沿岸の、 各自治体では津波により甚大な被害を受けた家屋が多数存在することから4月13日政府は本法律に基づく支援金の支払い手続きを簡素化するとを決定した具体的には市町村職員が家屋の損壊度合いを調べ全壊・半壊の認定をした理財証明書の発行が前提となっていたものを航空写真や衛星写真で家屋の流出が確認され 道路や水道などのインフラも破壊された地域の世帯に対しては一律全開扱いとして調査手続きを省いて理災証明書を不要にしそれ以外の津波被災地でもサンプル調査で一回天井まで浸水したことが一見して明らかな場合には市町村の判断でその地域の家屋すべてを全開扱いにできるようにするものであるまた建物の被災について 建物の被災判定基準が液状化現象による被災に対応していない多くの家屋が一部損壊と判定されることが指摘され液状化被害の大きかった浦安市、千葉市、香取市など千葉県内16市の市長が松本流防災担当省に要望を行っており内閣府は建物の傾き、建物の基礎の潜り込みによる判定基準を追加し 液状化被害を受けた家屋の判断基準を事実上引き上げる救済措置を発表している。震災復興関連の2011年度第1次補正予算案においては、本法律に基づいて被災者に渡される支援金への国の補助分として500億円が計上されているが、4月29日の衆院予算委員会での高橋千鶴子議員の補正予算の規模では、 基金の残高と合わせても足りなくなるとの指摘に対し、松本流防災担当省は、第二次補正予算で増額する考えを明らかにした。被災者生活再建支援法の支給対象は、家屋被害を受けた世帯のみならず、自然災害による長期避難世帯も支給対象としているが、福島第一原子力発電事故の長期避難者への適用は認められておらず。 自然災害の解釈をめぐって、国、内閣府福島県、浪江町、日弁連等の間で論争となっている。そもそもは、2011年4月3日に、福島県知事が内閣総理大臣に対し、東日本大震災に係る緊急要望として被災者生活再建支援法を原子力災害も対象に含めることを要望し、4月4日に、 浪江町議会が総務省及び海江田万里経済産業大臣に被災者生活再建支援制度の原子力災害事項の追加もしくは新たな生活支援のための制度構築を面会要望し4月13日に参議院災害対策特別委員会で公明党山本博議員が原発事故避難者も適用するよう質問し6月1日に緑の未来が 支援法22条2号派に該当するので、支給対象に加えるべきと提言し、7月25日の参議院予算委員会で、みんなの党、川田隆平議員が長期避難世帯認定が福島県でないことを指摘し、原子力災害の長期避難者に支援金を出すよう主張し、八月十九日に日弁連が東日本大震災復興構想会議の提言に対する、 意見書として、複合災害の被害者である、原発事故被害者を、支援法による支援とするよう提言した。さらに2012年5月18日に、自由民主党の衆議院議員、秋葉健也は、福島第一原子力発電所事故による被災者への、被災者生活支援制度適用に関する質問主意書により、福島原子力発電所事故による避難により、長期にわたり、 住宅が居住不能な場合には、被災者生活再建支援制度を弾力的に運用して支援金を支給することにより、かかる被災者の生活の再建を支援すべき、弾力的な運用が困難な場合には、被災者生活再建支援法の改正により、かかる被災者の生活の再建を支援すべきと考え、政府の見解を質問したが、時なのだ義彦総理大臣は、 原子力損害の賠償に関する法律、昭和36年法律第147号第3条第1項本文の規定により、東京電力がその損害を賠償する責めに、人数こととなる。を回答するなど、民主党政権は原発事故避難者への支援金の支給をことごとく、退けた。なお、原発事故の避難者にも、同制度を適用すべきとした、秋葉也は自民党が、 与党にななるるとと復興副大臣となっている日本弁護士連合会では平成24年7月5日に公開された東京電力福島原子力発電所事故調査委員会国会事故調の報告書において本件原発事故の直接的原因は地震及び地震に誘発された津波という自然現象であると結論付けられていることから本原発事故が地震 津波に起因していることは疑いなく本県原発事故と自然災害との間に因果関係があることは明らかであることから自然災害に起因する災害について支援の対象としている被災者生活再建支援法原発事故避難者にも適用するよう会長声明で求めている日本弁護士連合会の会長声明は法律の解釈に従って 人権の侵害になるとされている場合に出されるものである。日弁連 HP 参照。福島県議会では同法制度が県の自治事務であり、県内外に多くの原発避難者を抱えているにもかかわらず、これまで自然災害の解釈と原発避難者の法適用についての論争がされず、県政のチック機能を果たしていない。平成23年度6月議会。 7月1日定例会で日本共産党神山悦子議員の避難住民の携帯電話通話料の負担も小さくありません。災害救助法を適用するなどして被災者の負担軽減を図るよう求めますが県の考えを伺います。という質疑に荒竹博之生活環境部長が避難者の携帯電話通話料の負担軽減につきましては 被災者の生活全般の支援のため、被災者生活再建支援法による支給金額の大幅な拡充や、原子力災害被災者に対する同法による救済等を国に強く要請しているところであります。と、論点が外れた応答がされたのみであり、平成25年6月議会まで被災等事件でありながら、全く議論されていない。福島県 HP 参照。 2013年4月10日に、浪江町長は、根本匠復興大臣に対し、東日本大震災に起因する原発事故による長期避難世帯を被災者生活再建支援法の長期避難世帯と認めるよう求める要望書を提出し、同じく佐藤雄平福島県知事に対し、東日本大震災に起因する原発事故による長期避難世帯を被災者生活再建支援法の 長期避難世帯と認め速やかに支援金の支給を求める要望書を提出した。これにこうして4月26日に山岸県次日本弁護士連合会会長は被災者生活再建支援法の福島第一原子力発電所事故の長期避難者への適用を求める会長声明を行った。浪江町では 自然災害に起因する今回の原子力発電所の事故を支給対象とせねば支援法が死に法となる。法解釈は現場を知る福島県が被災者に寄り添い柔軟に運用する義務がある。東京電力原子力事故により被災した子供をはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律の趣旨を踏まえ被者。 生活再建支援法を適用すべき。長期避難世帯の認定は、被災自治体や社会福祉司会、弁護士会などの専門家の意見を参考にすべき。復興予算をまず被災者の生活再建資金に使うべき。被災者生活再建支援法は、平成7年の阪神大震災の教訓を受け誕生し、様々な災害を乗り越え改良を積み重ねてきた法律であるとし、被災地は、 その精神を受け継ぎ、次につなげる義務がある。などと主張している。浪江町 HP 参照。2013年5月20日、福島県弁護士会会長、小池達也氏は、会長声明で、本県原発事故による避難者は、避難生活の長期化により、生活資金が枯渇しつつある。福島復興再生支援特別措置法及びいわゆる、原発事故子供。 被災者支援法による生活再建施策も早急に進められるべきは当然として本県原発事故による長期避難者が置かれた現状に鑑みれば支援法を弾力的に運用して早期に支援金を支給することにより復興を後押しすることも検討されるべきであると会長声明をしている福島県弁護士会 HP 参照2013年5月27日 富岡町議会は根本匠復興大臣等に直接復興に関する要望書を手渡した。その中で本制度の見直しについて申請期間の延長、原発事故の長期避難者を含めること、期間に対する経費や心の負担等への新支援制度を確立することを要望している。富岡町 HP 参照。全国原子力発電所所在市町村協議会。 前原京、会長、川瀬一次鶴ヶ市長では、被災地の復興についての要望事項の一つとして、国は、国策である、原子力発電が甚大な原子力災害を招いた、こう強く認識し、長期避難を強いられている被災者の生活再建のため、被災者生活再建支援法が定める、長期避難世帯に対する支援と同等の支援制度を、創設するなど、国の責任による、 救済措置を講ずること。と、新法創設を掲げている。全原協 HP 3照。国は、これまでの全政権からの整理として、地震、津波によるといわれる天災、自然災害による被災者に対しては、災害救助法、災害庁遺金の支給等に関する法律、被災者生活再建支援法で対応し、今回の原子力災害の賠償は、 原子力損害賠償法で対応されてきた経過があるが国の責任を放棄するのでなく東京電力がこの賠償金が速やかに支払われるよう全的にバックアップをするとしている内閣府は有識者を交えて検討したが対象を広げると福島県だけで最大約900億円かかるなど財源不足も背景にあり原発事故は 自然災害との因果関係が薄い人災だから、東電が住民の損害を償うべきだとの理由から対象拡大を見送った経過があるとしている。毎日新聞2013年5月1日、長官社会面参照また、当初、東電による賠償金の借り払い金100万円は、原発避難者が対象外である被災者、生活再建支援法の基礎支援金を参考に決められた経過がある。 2013年6月12日、文部科学省の原子力損害、賠償紛争審査会の農美義久会長は、早々地域6市町村の現地調査を行い、帰還困難地域は住民が戻る見込みが立たないとして、財物賠償の他に避難者の生活再建に必要な金額の差を埋める必要性に言及し、移住費用の賠償を追加検討する考えを示した。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。